先ほどちょっとさっきこれこれさんから情報提供していただいた、女性からの話なんですけども、まあこれね、ほんまタレントさんがみんなやってる手法で、いわゆるインスタグラムで可愛い子を見つけて DM 送りよるんですよ。アホやから。そんなもんさらされたら終わんのにね。で、その女の子もインスタグラムで GO から連絡来たって言ってました。で、もちろん綾野 GO から急に来るから本物と思うけど、オフィシャルアカウントやから本物やし、まあ疑心暗鬼、半信半疑で多分会いに行ったんでしょうね、GO に。で、さっきも言ったように GO は最初会った時はめちゃめちゃ優しいし、めちゃめちゃ紳士やから、女の子も油断してるし。で、そんな中でやっぱり多少強引も含めてね、その子とそういう行為に行ったらしいんですけども、まあ、かなり力ずくでむちゃむちゃされたらしいですわ。もう正直二度と GO とはやりたくないと思ったって本人は言ってました。で、まあそれを LINE で一応ね、僕 Wi-Fi 通してやり取りさせてもらったんですけども、まあ、あざが出るぐらい強めに噛んだり叩かれたりむちゃむちゃやったらしいですわ。まあ、あいつの性癖ですけどね、まあ、DV 癖あるんで。で、その子は、もうその後、結局痛いから会いたくないってなって会わなくなったらしいんですけども、まあ、その子から、まあ、いわゆるよくあるあるのベッドでの写真が来てます。はい。これも載せます。俺、ほんま GO はね、いつもね、女の子にはこういう写真絶対俺は撮らせないってよく言ってたんですよ。山本裕介が撮られた時も言ってましたし、錦戸亮が撮られた時も言ってました。めっちゃ撮られてるやんって僕思いました。まあ、アホやなと思いました。で、こんなことをね、この被害者の方、これこれさんから紹介してもらって被害者だけでも僕いっぱい見てます、今まで。